ファテープルシークリーは、インドのウッタルプラデーシュ州アーグラ約40キロメートル西に位置するムガル帝国第三代皇帝アクバルによって建設された都市。当時アクバルは突起に恵まれなかったが、この地に住むイスラーム教の聖者、サリームチシティを訪ね、世継ぎの問題について相談したところ、息子を授かるだろうとの予言を授けられた。そのおかげで、王子サリームが誕生し、 記念として、ここに、新たな塔を作り、アーグラから選挙した。しかし、慢性的な水不足と猛暑のため、わずか14年間しか使用されず、シントラホールに遷都され、廃墟となった。遺跡群は1986年、ユネスコの世界遺産に登録された。遺産名、ファテープルシークリーとは勝利の都シークリーという意味である。勝利の都と名付けられたのは、 当時、アクバルがグジャラート地方での戦いに勝利したためである。大地の上に建設されており、直行するグリッドに即した幾何学的な都市計画が実施されており、その中心部は宮廷地区とモスク地区とに分けられている。ほとんどの建築物が赤サガンによって建設された土着の建築文化とイスラーム建築の融合がなされた都市遺跡である。 宮廷地区には以下のような建築物が残されている。北東部へ伸びる道路がアーグライと続く道路。そのまま左下に下り中央部が宮廷地区、さらに南西方向がモスク地区になる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ABCDEFGHIJKLM 神やピアニッシも118から125。 ありがとうございます。